今日は2015年の、4月の19だっけか、まあ夜11時前、父に対してね、ぶち切れましたね。もう許せなかった。でね、ちょっと破壊しちゃったよ、リビングいっぱい。まあ父はね、晩酌してたんだけどさ、それもちゃぶ台返しみたいな感じでね、まだ倒れなかったけど、ひっくり返んなかったけど、ちょっともう、やっちゃった。お皿とかも割れた。で、あとここも写真がいっぱい飾ってあったんだけど、父の写真ぶん投げて、父の写真破り捨てた。で、ここは肘打ち。で、あとは父の椅子もぶっ壊した。これね、よいしょ。おこれね、父の椅子だけでこう、なんだろう、手を置くところ、ここがついててね、なんかこういう、父の椅子だけね、ちょっと特別なの、だからね、ムカついてぶっ壊した。で、あとテレビも壊したよ。テレビ、液晶の結構、高いやつだったのかな、わかんないけどさ、テレビね、蹴って、何回も蹴ってぶっ壊した。実はね、このテレビに関してのね、こう言い争いっていうかね、口論だったんだよね、父と。というのもさ、僕がね、小さい子供の頃、小学校低学年ぐらいかな、僕の兄と姉がいて3人兄弟なんだけどさ、で僕ら小さい頃ね、夕食の時に家族でさ、5人でさ、今でね、こう机に座ってみんなで夕食食べてる時に、民放のね、お笑い番組、みんな見てて、特にね、姉がね、お笑い番組とか好きだから、姉がね、笑ってさ、見てたんだけど、で、子供たちみんなでこうテレビ見てて、で、お父さんがね、それに対してすごくね、イライラしてたのさ、こうテレビなんか消せって言ってきてね、お父さんは、民放のその、低俗なお笑い番組がすごく嫌いみたいで、それになんかこう、なんていうのかな、家族のその団らんが奪われてるみたいな感じで、だから、テレビなんか消せみたいな感じで言ってきてね、結構ね、上から目線っていうか高圧的な感じで、そのちっちゃい子供たちに対してね、楽しんで見てるんだよ。まあ低俗かもしれないけど、でなんかこうすごい頭ごなしに否定するような感じで、そのテレビ番組だけを否定するんじゃなくて、その子供たちのことも否定するような感じでさ、あんたらこんな見てて本当に楽しいの、あんたらみたいな感じでこう言ってきたのさ、父が子供ちっちゃい頃の僕らに対してね。ですごくやっぱそれってさ、なんかこう親としてさ、なんか間違ってるっていうかさ、だってなんか侮辱してるっていうかさ、子供たちはまあ好きで見てるわけだよ。で、その子供たちが好きなものを頭ごなしに、くだらないみたいな、あんたたちこんなの本当に楽しいの、あんたたちみたいな感じで言ってきて、くだらない、消せ消せって言って、もう命令口調で消せって言ってね。で、お母さんは子供たちに対して消しなさいみたいな感じで言ってさ、でお母さんも悪いと思うよ。同罪 まあお父さんが本当は悪いけど、一番悪いけどね。で、子供たちはこう消してさ、で、お姉ちゃんが一番そのお笑い番組好きだったから、まあお姉ちゃんはすごく怒ってさ、もう夕食中だったんだけど、もう今リビングから出て行って、2階の上に上がって行って、パターンって自分の部屋行ってさ、怒ってさ、お姉ちゃん出て行った。もう当たり前だよね、そんな怒るの当たり前だよね。で、僕とね、お兄ちゃんはまあしょぼーんって感じで、まあ夕食取り続けたんだけどさ、でテレビ消してさ、シーンってなってさ、でその会話なんか生まれるわけないよね、そんな子供たちのさ、こうなんていうのかな、すごく否定して、頭ごなしに子供たちの否定してさ、家族団らんのためにテレビを消せっていうね、そういう理屈なんだけど、父としてはね。そんなのなんか本末転倒っていうかさ、本末転倒っていう言葉いいのかな、そんなさ、子供をさ、そんな頭ごなしに否定しといてさ、でテレビ消せって言って消してさ、そんなさ、その後温かい家族の団らんなんか生まれるわけないじゃんね。だから馬鹿げてるっていうかさ、本当に僕はこれに関してね、腹が立ってる。なんかおかしいと思う、父親として、親としてね。で、それをこう、さっき問い詰めたんだけど、すごい、もう本当に我慢できなくてさ、最近ずっと我慢してたんだけど、で、今日、とうとうちょっとこう、もう、紛失してさ、まあ、言ったんだけど、まあ、そういう、さっき言って、そういうふうにね、さっき問い詰めていったら、父がなんかこう、開き直ってさ、なんかこう、まあ、いろいろ理屈こねてね、なんか間違ってなかったっていう感じでさ、自分のなんか過ちっていうかさ、全然反省してないし、
まあ、俺としてはすごい間違ってると思う、親としてあの教育方法、まあ、教育じゃないよあんなの。だってさ、自分のイライラをただ子供に吐き出してただけで、あんなの。お父さんは個人的にそのもともとそのお笑い番組とかが嫌いなだけだったのよ。多分見ててイライラしてたんだよお父さんは、うん、そういうね、まあ人たちがお父さん嫌いだったんだよね。そのイライラを子供たちにこうぶつけただけ、うん、全然教育でも何でもないあんなの。なさ、言い方ってもんがあるんだよね。子供たちが楽しく見てんだよ民放のお笑い番組をさ、低俗かもしれないけど子供たちは楽しく見てる。で、まあ、僕もね、今の僕としてはそのやっぱこうそういう低俗なお笑い番組俺も嫌いだから、僕がもしね父親の立場だったら、うん、なんていうかな、消してほしいと思うテレビ番組でも。僕はああいう高圧的なね言い方しないですよ。あの子供たちに対して、この番組楽しいけどでもさ、この番組を見るよりも、僕このテレビ消して僕らこうなんていうの、家族みんなでね、会話したいから、よかったらテレビ消さないみたいなねまあちょっと、うーん、あんまりこっちはフレンドリーすぎかなまあちょっと言い方あるけどさ、そういう感じでさ、子供のが楽しんで見てるわけだから、それを頭ごなしに否定してかかってはさ、うーん、何もならないよね。そんな団らんとかさ、うーん、だからその父のそのまあ父のその考え方、そのテレビはさ、低俗なテレビは、低俗な笑いは子供のさ、その成長になんかあんま良くないから、そういう低俗なテレビ番組に子供たちあんま触れさせたくないっていう父の考え方は分かる、うん、僕共感する、いいと思うけど、でも言い方ってもんがあるんだよ、うん、父のその言い方は明らかに間違ってると思う。うん、あんたは本当にこんなの見て楽しいのみたいな感じで、くだらないって言って消せって言ってさ、で言ったっけ、テレビ消した後にこうシーンって静かになるじゃん。その後に父が、ああ静かでいいって言ったんだよああ静かでいいって、このああ静かでいいっていうのが、僕らこの僕と兄と姉の3人の中でなんかこう流行語大賞みたいな感じでね、こうもうずっとなんかこうなんつうのかな、うん、言ってんだけどさ、ああ静かでいいって言葉言ったんだよ父が。すごい1回だけじゃなくて何回か言ったんだよ、何回か言った。でそれってさ、もう明らかになんかこう嫌味だよね、うん、その父としてはさ、やっぱ自分が嫌いなその民放番組がこうやっぱこうもうなんか見ててイライラしてたんだと思うんだよお父さんは。でそれをこうもうイライラしてたから、それを消して、でああ静かでいいってね、こう腹なんかせいせいしたみたいな感じで父は言ったんだけど、子供たちにとってはもう屈辱以外の何者でもないと思うんだよね。うん、なんかこうちょっとさ、ありえないでしょみたいな感じで、もう嫌味以外の何者でもない子供たちに対する。でそれに関しても僕はそのさっき問い詰めてね、あれは間違ってるでしょ、あれは完全に嫌味でしょ、ああ静かでいいなんてさ、うまい発言する必要ないでしょ、あれは明らかに嫌味でさ、あんた間違ってたでしょって俺さっき言ったんだけどお父さんに、でも全然なんかこうね理屈込んでてね、全然間違ってないみたいな感じで言うのさ、もうへりくつ、うん、もうへりくつでさ、もうなんか脱線でこう話がそれてさ、なんかこう全然なんかこう会話にならないっていうか、もう俺嫌になってきて、もうこいつダメだと思って、こいつ思ってね、なんかね、うん、もう本当になんかもうね、やっぱ傷ついてるからさ、すごい傷ついてるから、そのこの件に関してね、子供の頃の傷、インナーチャイルドだと思うけど、でそれがやっぱもうあるからさ、もうさっき父のその開き直りの態度、もう理屈こねてさ、へりくつこねて開き直ってる態度、もう本当にもうだんだん我慢できなくなってきて、もうこれ以上話し合っても無理だと思って、もういいよもういいって感じでね、こう言い争いが終わったんだけど、父がその2階の寝室に戻ってからさ、俺一人になってさ、もうなんかもうガーっていう、もうなんかもう我慢できなくて、そんでもう破壊しちゃったんでね、うん、まあ、ああやっちまったって感じになってるけど、でも全然俺は自分が間違ってるとは思ってないんだよね、うん、まあ正当だと思ってる自分が、うん、まあね、このテレビ壊しちゃったけどさ、でもね、あの件、あの、まあ、事件、テレビ消せってね、ああ静かでいいっていうあの件があったから、だからもうね、僕の父と母はね、こうテレビ見る資格なんかないんですよ、うん、って思います。まあ少なくとも夕食時にはテレビなんか見る資格ないと思うんですよ。だけど見てるんですよ、もう最近ずっと見てるんですよ、その夕食時にね、こうテレビ見てるんですよ、2人で。しかも民放を見てたりするし、まあ、NHK とかが多いんだけど、
まあ、父は、ね、NHK は肯定派なんだけどね、うん、まあ、そのあの事件の時あのあのしああの僕ら子供の時 の, あの父の、ね、高圧的なテレビ否定事件の時も NHK のことは別に否定してなかったんだけどね、うん、だけど、まあ、今現在 父も母も普通に平気で民放を見てる。だから僕はそれがやっぱり許せないっていうかさ、いやいやいや、あんたのその方針はそうじゃなかったでしょって、民放のそのさ、くだらないそのなんか低俗な笑いの番組なんか見ちゃダメだったんでしょってさ、この夕食中にさ、でそれを見てるわけですよ。そりゃ頭にくるよ、うん、だからもう最近ちょっとねかなりイライラしてたんだけどさ、それがちょっと今日爆発したんだよね、うん、あの父のその頑固なさ、分からず屋のうん、なんかへりくつのさ、いや明らかにお父さんがね間違ってると思うんだよね、親としてね。で僕はもう本当にやっぱりこう、うん、深く傷ついてるからその傷がもうバーって爆発しちゃったね今ね、うん、まあテレビね壊してしまいました、もういい、うん、っていう感じで、うん、あ肩痛くなってきた。まあそういう感じでね、明らかにあのね、うちのやっぱりこう両親はさ、昨日偶然家族でさ子供たちを傷つけて、で今になってさ、そのなんていうかな、開き直っててさ、だからもうなんかやっぱり、うん、勝手にすればってさ、なんかもう子供たちさ、まあ僕も今ニートだけど、もう早くこう脱却してさ、子供たち全員、まあまあ姉も兄も今もうあの巣立ってるからね。で僕があのこの家からさ、あの親のすねかじり、あのニート脱却してこの家からこう出てね、経済的に自立してこの家に父母2人だけになったら絶対ね、あの夫婦間の問題出てくるから、全然夫婦なんか全然良くないから、もう夫婦関係ね、もう最初から終わってるような夫婦だったからね、うん、もういろいろあるんだけどさ、まあ、ここではちょっと言えないけど、さすがに、うん、はっきり言ってもう全然夫婦終わってるって感じでね、よく夫婦続けてこれたなって感じ、うちの両親は。だからね、その夫婦間のね、その溝っていうかさ、不仲、うん、全然その、うん、仲良くなくてね、でも今はね、まあ、仲良くしてるような感じだけど、全然根本の問題解決されてないから、でしかもそのうちにはまだ僕という問題があるから、だからその、まあまあ、問題だよね、我が家に、あの父母にとってはさ、僕というこう親のすねかじりのさ、こうメンヘラはすごい問題なんだよね、僕だけど、この問題がもうなくなって、僕がこう巣立ってね、問題がなくなっていったら夫婦間の問題が絶対出てくるからね、今は隠れて見えなくなってるだけ、僕という問題によってね、うん、まあね、だからこう、まあ、あんたたちの問題は今からだよ、今から起きてくる、あんたたちは今から苦しくなってくるからな、 ねっていうふうに僕はね言ってね、うん、まあ、僕は今ずっともう7年間以上もずっと苦しんでて、ようやくね、こうようやく出口が見えてきたなって感じだけど、あんたたちは今から入るんだからね、今からその苦しみのあれに入っていくんだからねっていうふうに、うん、言った。うん、まあそういうことだと思うよ、うん、まあ熟年離婚もありえると思う、うん、絶対夫婦仲悪くなるから、うん、僕がねこうニート脱却して出ていったら絶対夫婦仲ね、絶対悪くなる、もう本当に壊滅的な感じになると思う。うん、今はただ隠れてるだけ、そういうものらしいね、昨日偶然家族のね。まあ今日は2015年の4月の19日、うん、まあね、ちょっとこの動画をすぐ今現在この動画をアップする勇気はないです。あのやっぱ親をね批判するとね絶対叩かれるから、もうそれでちょっと最近参ってるからさ、ちょっとこの動画はねまだ勇気なくて出せないんだけど、まあそのうち出せればいいなと思うけどね、まあ叩かれるだろうね、うん、まあ僕も親にね感謝してる部分もあるんだよ、うん、だけどやっぱ今みたいに許せない部分もある、開き直ってるからさ基本的に、まあ変わんないと思うけどね、僕の母持ちやっぱこう、なんていうかな、これから父母に対、これから父母にこうもうね大挫折、人生のもう大挫折がやってくるのか分かんないけど、そういう大挫折っていうか、もうものすごい苦しみというかさ、もう本当にショック体験というか、もうなんていうかな、決定的な、もう致命的なショックとか挫折が来て初めて変わりうるのかもね、人間としてね、うん、それまでは変わらないでしょう、うん、この両親2人は、うん、だからもうそこら辺はもう諦めてるっていうか、まあしょうがねえなって思って、まあ俺は俺でね、早くニート脱却してさ、
やっぱ脱却したいからさ、この親の元から離れてさ、うん、まあパートナー作って自分の家族作っていくだけかなっていう感じだね。まあこの親は、この両親2人はね、今の状態ではちょっともう、まあ俺だけじゃなくて僕の、あの兄も姉もね、3人とも嫌ってるから、この両親のこと。今現在3人とも嫌ってる。あ、こういうこと言っていいのかな、まあ、あんま詳しくはこれ以上は言えないけど、僕らね3兄弟、姉兄僕3人ともね、この両親のこと本当に嫌ってるからね。まあそういう感じでね、子供たちから見放された寂しい老後を送るのかもしれない、この2人は。しょうがないと思う、それは。俺もやっぱ今の状態では、やっぱりね、もううんざりしたからさ、という感じでね。まあ、長話になっちゃったけど、まあ、破壊したら結構楽になれた。やっぱりこのテレビがね、やっぱこう許せなかったんだよ、テレビという存在。だからもう蹴り殺した、テレビを蹴り殺した。なんかすっきりしたね、スカッとしたよ。今までずっとこうもう我慢してきたからさ、もうあいつらなんでテレビ見てんだよ、俺が小さい頃にさ、あんなになんかひどい言い草でさ、消せって言ってさ、ああ静かでいいみたいなのが、もうあんなひどいこと言ってさ、で今になって何お前ら見てんのみたいなさ。お母さんも同罪だよ、お母さん同罪。だって子供も全然守んなかったしさ、消しなさいっていう風に言ったしさ、お母さんも同罪。まあお父さんが一番悪いと思うけど、この件に関してはね。だからテレビ今回ね、まあテレビ壊したの実はこれ2回目なんだよね。これは 2個目でさ、前はもうちょっと小さい安物のテレビだったんだけど、あの時も俺やっぱ同じように切れてさ、蹴り殺したテレビを。で今回はかなり大きい、まあいいテレビだったのかもしれないけど、蹴り殺しちゃったね、テレビをね。我慢できなかった。という感じでね、まあ明日の朝さ、お母さんが起きて、俺刺されないかなって心配なんだよね。刺されるかもしれない、もしかしたら。お母さん結構劇場に駆られて切れたりすっからさ、まあ、お父さんもあり得ると思うけど、もしかしたら俺は明日の朝さ、お母さんに刺されるかもしれないな。だから部屋にちょっと鍵、段ボールちょっと置いて開かないようにしておかなきゃな。怖いな、なんか刺されるかも。いや割とマジでもしかしたら刺されるかもって思ってる。怖い。はあ、なんかね、ちょっと楽になれたよ。すごく苦しかったからやっぱり、楽になれたという感じですね。まあちょっとでも片付けようかな、俺は自分で。なんかあまりにも、まあ別にこのまましててもいいと思うけどさ、それだけのことを散乱してるリビングのさ、やっちゃったよ。でもね、しょうがないんだよ、こういう風にこう切れちゃうのはさ。自分を守るため、自分の命を守るためだよ。こういう風にしないと、こういう風にしないと死ぬような気がするからさ、まあ、ちょっと大げさかもしれないけど、でもやっぱ自分を守るためっていうかさ、しょうがないんだって、これは本当にどうしようもないんだから。この劇場はさ、すごい否定されてきたんだからさ。で親はやっぱこれだけのことをされても仕方ないっていう一面はあると思うよ。そういう感じでね、疲れた。肘打ちして、肘痛いわ。ちょっと硬い部分あったから、壁さ、壊れない部分があって。まあそういう感じでね、今日は父に対してブチ切れた。ちょっとすっきりして楽になれたよ、苦しかったから。まあ同じこと何回も何回もくどくど話してしまったけど、ということでした。早くねニート脱却したいね、親元離れて。こんな親も見放してやる。